響カメラ第119号炎天下スナップ行ってみましょう。炎天下ですよ。何やってるんですか加藤さん。2時午後の2時です。いやさ、朝活やったじゃない。はいはい、夜活やったから覚えたでしょ、涼しくてもいいってことを。で、やか昼活も行っとこうこれでコンプリート。炎天下なんですよ。暑い、ちょっと徳さん暑いよちょっと頑張ってみようね。エアコンがガンガン回ってますね。まあね、いやいいな、こんな感じ涼しいでしょ。はい、夏のアイテムといえば手ぬぐいですね。あの首に巻きましょう。あ、ストラップベタベタしますもんね。そうね、ストラップいろんなのあると思うんですけど、私は手ぬぐいストラップで、こうですね。手ぬぐいストラップっていうか手ぬぐいでしょ。あ、手ぬぐいですね、はい、早速取りたいものがあるんでちょっと気合を入れて取ってみましょう。あ、もう揺れないで。ちょっと時間かかるよ。はい、取れたのはこちらです。ね、手ぬぐいがあるとね、やる気も出るしね、あのいつでもね、盆踊りに参加できますね。猫の盆踊りでしょ。それ、あ、それです、それです。みんな暑そうな気がしちゃうね。いや、暑いんじゃないですか暑いですもん。いやね、炎天下スナップね、はいはい、今日はね、私が急に行こうって言い出したの。先ほど突然ですよね。そう、夜のね、この間のスナップはね、徳さんが突然夜ね、行こうって言い出したから、今回私が言い出した。いう権利があるってことですか。そうだね。でもまあ自分もきついね誰も得しないやつですけどね。しないしないしない。口しか出てきませんもんね、口からね。そう、あのね、一応またね、眉毛を描いてきたんですけども、すっかり溶けてなくなって、まず暑さ第一弾、第一形態かと。そのうちカメラが溶けて、ね、GoPro の方が先かもしれない。あ、 GoPro 溶けちゃうね。じゃあなんかお茶もらっていい。なんすか。お茶もらっていい。まだ歩き出して何分も経ってないですよ。夜スナップにしましょうよ、やっぱり。徳さんがほら止めてくれなかったから。止めなかったから止めたでしょ止めましたよ、私何回も。止めきれなかっただけで止めはしましたよ暑いけどさ、あの1回ぐらい昼もないとさ、良くないかなとか思って。うわ、もう救急車な風が抜けますね。ちょっと揺れるの。あ、ちょっとありがたい。もうここから動きたくない。あ、ちょっと涼しい。抜けるね、風ね。うん。ここに部屋かありますか。ここハンモックつって、ね、はい、何時から何時、はい、スクールゾーン通行止めってな。スクールゾーンじゃねえじゃん。ありますね。涼しくて、あ、そう、ちょっと、握手。
がまた咲いてますね。花取ってみようかな。花、なんだっけこれ、坂道だ。坂道だ。ちょっと取れるかな。やっぱりお日様があるといいですね。痩せ我慢。見た。でもさ、いつもはさ、あ、いいから早く取ってください。暑いんで。早く暑いから早く取って。早くっていうのはこうハトなの知ってるでしょ。どれにしようかな。もうちょっとしぼんできてるけど、それがまたよろしいと思って。転ばないようにしてくださいよ。ちょっとかもね。ちょっと足元に下があるので、下踏まないように。優しいですね。うん、植物には優しい。合わせちゃうとちょっと違うよね。あ、それでも綺麗か。はい、チーズ。あー、いいですね。暑いけど記念写真はちゃんと撮りましょうね。はい、ありがとうございます。綺麗だね。ふわ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 ですけど、これなんて言うんですかね。これはサルスベリですね。あ、そうなんですね。なんか、まあ、ピンクのはよく見るけど、濃いピンク。あ、はいはい。これちょっと淡くて可愛いですね。美味しそう。あ、かき氷食べた。普段と全然違う道をお散歩してるんですが、そんな遠くはないんですけれども、ここ10年ぶりぐらいかもしれないですよ、歩いてるの。畑、日が当たってて綺麗だね。あ、はい、ちょっと撮らせてもらいます。ありがとうございます。猫さんがいそうですね。でも暑いから。ああ、そうか。この温度じゃ猫さん出てこないか。まだ日も高いし。でも、あの、今みたいに風のさ、通りのいいところあれかもしれないけどね。いるかもしれないけど。あれ、ここに出てくんの、この道。あれ、これいつものあのお寺のところ。あ、ここに出てくんだ。向こうからこう。そうそうそう。あ、これは意外でしたね。発見、うん、昼活のおかげですね。そうですよ ね、うん、そのうち倒れると思いますけど、私ジュース飲んで。あ、ごめんごめん、スズメが今散っていきました。邪魔します。画面上涼しげですが、非常に暑いです。セミ鳴いちゃってる。私の方のセミじゃなくて、あの木の方のセミね。木の方のセミですか。うん、本物のセミですね。そう、暑くて。この奥にですね、サロンドヘブンという我々喫茶店だとばかり思っていたんですが、うん、こちらのね、お寺のね、奥様がいろいろ。今日は昼活
ス出てきてよかったな。そうですね、すごい貴重なお人形ばかり見せていただいて、今度また来てみましょうか。ねえ、皆さんありがとうございます。これもご縁ですね。ご縁ですね。ありがとうございます。加藤さんの後ろ姿でこの先の道がどうなってるか全くわからないぐらい狭いところを歩いております。あれあれあれ、狭いですね。ここは昔水が流れてたんですね。そうですね、うん、おそらくそうです ね今も流れてそうですね。氷食べたいですか。あれ反射なんかな。ああ、なんか反射してます ねちょっとワープするかもしれないから行ってみる。あ、はいはい、撮る人は不思議がってたよ。あ、しょうがない、動画見てもらおう。あら、また綺麗なの撮っちゃおうかな。
時間かかるよ。はい、出来上がりはこちらです。いるね、モンスターが現れた感じですね、はい。そんなに面白くもないで行きましょう。じゃあ逃げるって。あの暑いけどいろんなの見れて植物楽しいね。暑いですね。暑いですけど暑いですね。徳さんは暑さに弱いんだね。私夏生まれだからさ、夏嫌いなんだけどさ、まだ大丈夫だよ。まだ大丈夫なの？うん、まだ大丈夫なの。暑い。またこれもたくさん触ったんですね。だってマサガオがもうしょぼしょぼですよ、みんな。見てください。徳さんみたいじゃん、今の。いや元気なくなっちゃってして。そんな元気ないことないでしょ、だって夏の思い出。ちょっと時間かかるよごめん、笑いながら言ったよね、今私。暑いですね。もう今日は暑いしか言ってないですね。会話が減りますよね、暑いとね。いろんなものに興味が出ないですね。あ、パン美味しそうですね。パン屋さん。あ、お嬢さんですね。こっちはじゃないだよ。暑いですね。暑いですね。あ、そっち行く？事故かね。あ、またここ風抜けてる。ああ、もうここから動くのやめますか。お地蔵さんの隣でさ、こうして。ああ、道の真ん中ですけどね。どうしましょうね。こっち行ってみますか。面白いですね、これ。立体的な公園になってて。段々になってます。何段になってんだろう。一山下っちゃうんだね。あれ面白い。あれ立体になってて。やる？一段やりましょうか。徳さんやる？私がやってきます。私はやりたいんで。いや、滑り台があったら滑れですよね。あ、ちょっと小さいかな。これちょっときついな。あ、すごい綺麗。加藤さんに後で教えてあげよう。うわ、やばい。だね。でしょ。あ、なんかこうなっててね。写真撮れるかな。あ、写真撮ろうと思ってんの。うん、そう。滑るんじゃなくて。そう。これ私滑ったら腰が。うん。
でした？これ水流れてたら最高じゃない？ね、じゃーって。うん、そりゃそうだよね。ね、さあ行きましょう。はい、ありがとうございます。張り切って行ってみましょう。あ、まだ行くのか。わあ、なんか綺麗。あ、加藤さんだ。だろう。あ、虫に刺されるから、はい、行きましょう。いまいち暑くて調子出てない感じするね。そうだね、今日なんか盛り上がりにいまいちキレがないね。あの、迷いがありますよね。そのなんか今日は、なんか今日はでも狭い道ばっかりですね。ねえ、縁がありますね。ねえ、こんな道あったんだね。治ってる。このミラーね、グニャンって曲がってたの。あ、そう。うん、よかったね。私の腰もこんな風にまっすぐになるようにちょっとお祈りしておこうかな。いや、カーブミラーびっくりしてると思うよ今。ということで、ぐるっとお散歩行ってきました。いや、私は結構シャッター切れたんですけどね、トークさんが今日無口の男でね、まあかっこいいっちゃかっこいいですけどね。はあ、大丈夫？慰めなくていいです。無口の男もかっこいいよ。恥ずかしい。お疲れ様でした。